昨夜は誰も死にませんでした。七番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。治療します。霊能者です。霊能者です。霊能,はあ、霊能者。めちゃくちゃ。でもね、頑張りますよ。あの。あの、もう頑張って頑張って、シーンを勝ち取って。もう。 太鼓がもし出てきても、もう、もう絶対私が深夜って言ってもらって、もうね、いなんかね、絶対ストップ出してありますからね、もう、もし太鼓出てくれ、やっもう、ね、バチバチにやりい,いましょう。頑張って、5発伸ばすんでね。で、1>, まあ、1人目ってことで喋ることはないかなって感じですね。まあ、とりあえず、芸能者としての仕事を一生懸命頑張ってやっていきたいと思います。太鼓くんならかかってこいや 8番のプレイヤーは発言してください、はいおはようございます。私、占い師です。1番3白と出ました。1番3白ね。一応書いとこうかな。1白と。1白ね。はい。そうですね。7番さんは、なんか、息切れしましたね。外で走ってるのかな。まあ、しっかり話を聞いてほしいですね。まあ、もうそれか、もしかしたら偽物で、まあ、あまりにも緊張しすぎて、えー、息切れするのかな、というところで。 まあまあいいや。そのういう話はいいか。そうですね。はい。えー、っと、そうだなうんっと、じゃあ、ちょっとあ、まあ進行論、まああんまり必要ない進行論かもしれないですけど、あの、真偽まで言ってほしいですね。ぜひぜひ。2戦目とかじゃなくて、どちらかといえば、黒に見てるとか、強人に見てるとか、真に見てるとか、その辺まではっきり言ってほしいですね。以上です。 9番のプレイヤーは発言してください。はい、9番です。はい、まず7番さんからね。7番さんは真、まあ、を勝ち取る。結構意気込みがあったかなっていうところ。うん、シンプルに7番さん真っぽいかなって思ったんですよね。なんだろう。生存意欲うんぬんとかではなく、パッションの、なんだろう、まあ。若干のパッション7番さんから感じ取ったかなっていうところですね。で、8番さんに関しては1番さんにしろっていうところは把握しました。うん。 八升に関してはまあ2週目ですかね、今のところ、まあ、真意を言ってほしいと言われましたが、うんまあ、この後の人権によりますね、あの22人権になるか、それとも12か、いろんなパターンがあって、内訳も新教、新郎新郎新郎といろんなパターンがありますが、それが発言も追って考えていこうかなと思ってますね。うん、特段八升に関しては、真要素も偽要素も今のところ取れてませんというところですね。精査、2週目にまた落としていきます。以上です。1番 のプレイヤーははは発言してくださいださい、はいおはようございます私が真の霊能です、えー。なので現状7番さんに関しては、強人であるか狼であるか分かりませんが、ほぼほぼ強人で見ています。理由としては7番さんが狼でトップバッターで霊能使用するくらいであれば、占い使用した方がいいと思っていることから、うん、だから7番さんはほぼほぼ強人かなという視点で見ています。 うん、で、八番さんが僕に白を打っている段階で、情報釣りというふうになれば、村目線、僕釣りが安定になるのかな。僕、身の霊能だから、釣られたくないんですが、情報釣りということであれば、僕が釣られるのかなっていうことになると思うんだけど、7番さんは、これど90、ね、の霊能から釣るべきなのに、ね。理由としては、7番さん目線、8番さんが真であるか、偽であるかわからないから。 だから、七番さんは僕に白しか打つことはできません。もし情報釣りという観点で僕が釣られた場合でも。うん、七番さんは例で出てきたけど、俺、霊能で負けたことないんですよ。シンメトル。もういいですね。だから現状、七番さんは強人だと思っています。狼でトップバッターで霊能で出るくらいなら、狼で、うん、占い師をした方がいいと思っているから。その方が狼であるよね。で、八番さんの発言に関しては特段違和感はないです。うん。 で自分が白であることを知っていることから現状8番さんが真であることか,からないいか、真新目低い方が釣るのはいいと思いますけどね。うん、9番さんに関してはまあ7番さんが真っぽいっていうような発言、うん。ただそれだけで9番さんの黒目っていうのが上がるとは思えないので、9番さんに関しても色がつきちょ、ね、っとごめんなさい。うん、僕、3人人形以外の場合でも狩人で、えー、3人人形以外であれば、狩人出てきていいと思っている人間なので、狩人も1周目に出てきてほしいかな。 3-1、うんうん、陣形でもカリウ出てきた方がいいと思ってるのでね。それぐらいですかね。現状も僕が落とせる情報としては7番さんが2番。カリウ仕事で高いと思うね。2番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。村人陣営です。占いしようございません。結構盤面動きましたね。7-1が例の対抗で8番さんが1番差にしろ。そうですね。まあ、占いロラが順当でしょ。今後盤面が動かず。 まあ、2二進行とかになるようでしたら、占いああ、ごめん、霊のオーロラが鉄板ですね。その際、鶴順まあ、1番さん、自分の口からもおっしゃってましたが、情報が落ちるという意味で1番さんずりなんですが、まあ、多分そんな情報が落ちる。それやつと納得できないんだよな。うん、7番さんが、仮に、ああ偽だったとして、1に黒を打つかってると、1の口からもあったけど、俺、あんまそうは思えなくて、うん1七がし、一番さんは絶対信教じゃん、こうやって。 一八でローローはちょっと追えないな。八狂人、七神、一狼とかだったらありえんのか。でも八狂人の一が狼でそこで例の出るかな。そうやっぱ七二世だったら結局ね。正直まだいろんな可能性がありますね。どうとでもなるから。いの、まあ、出るでしょ。対抗出たところのその占い先とかも見てからかな。一八七に関して正直どこがどこなのかっていう精査は現状つきづらいかな。 超人気曲であるから、占いにオオカミが出ているっていう可能性がすごく見やすいから、今後対抗が出るようでしたら、8とその対抗を新郎で一旦置こうかなとは思ってる。ただ、出方に終よるから正直なんともつかないかな。発言聞いても、7が初手霊能 CEO だから、人外同士連携取れない。この村においてそれはだいぶしんぽい要素ではあったかなと思ったから、そこをしんぽく見た9番っていうのは、俺的には別に怪しい位置じゃないんだよね、現状は。なんか09番に関して怪しいと思ってないし、178に関してどこがどれ で出ててるののかってのもごめん正直全然今ついてない状況かな今後3456の話聞いた上で役職についての精査プラスグレーの陣害値見ていきたいと思うカーリウード出るか出ないかはごめんどっちのが強いか考えてなかったもう一回聞きます以上3番のプレイヤーは発言してください はいえー、自分が真の占い師です。ランダム白で2番さんが白と出ました。えー、ランダム白2番さん白、把握お願いします。えー、と1番さんと7番さんが霊能太鼓で出ていて、8番さんが占い太鼓で出ているというこの盤面から、えー、と8、1、朗朗で出てくることはまずないと思っているので、えー、と現状8が狼で1に白で、1が1、7には神経かなと思っています、うん。その視点を持っていた2番さんは割と視点が近いのかなという印象を受けました。 うーん。興味もないしね、2番さん。うん。さすがに18ローローはないかなっていう。うん。9番さんの精査をすると、9番さんっていうのは、えっ、ー、と、78しか出てないところでグレーがいない。うん。役持ちと役持ちだから、正直2種目にならな,な,ないとわからないかなっていう。まだ色が見えてないっていうのが9番さんに対しての、うん、率直な意見かな。今日はとりあえず、うん。例のロラが一番安定かなと思う。クロストも手だと思うしね。うん。 えと発言だけ見て、えーと、考察伸びてるのは正直順番目的にも1番さんかなという印象。7番さんは、ね、9番さんが言ってた通り謎のパッションは感じたよね。うん、それは確かに心配なというのは。2>, ね、2>, 2番さんとは目線が近いと言ってたね、うん。とりあえずフラットに見て、17どっちから行くかは2周目次第かなと思っております。そんなところかな。えー、と2番さんが白で、えー、と9番さんの色がわからない。うん、18、えー、ロ老が声は見えないため、 8番さんが狼オオが高く、17に狂人が出ていると僕は読んでいます。とりあえず今日、例のライ17精査していきたいと思います。以上です。4番のプレイヤーは発言してくれましださいはい、おはようございます。カリド使用します。カリドです。で、えー。 結果もろもろ把握しました。え私は一番さんの老名っていうのはニ番さんも言ってましたが、私はほとんどないと思ってます。あっても強靭と思ってるかな。八が一に白を出した段階で一が霊能使用したことにより、一番さんが老だって八が強で囲われてるにもかかわらず、霊能使用するメリットっていうのは一つもないかなと思いましたね。で、えー、なので私は一強、じゃあ17信教でやっぱりお まますすねで8さんは進路かなと思っていますうーんどっちなんだろうな三人カのかな。芸能うーん。17新郷で見てるから、グレー行きたいですが、行きたいなと思っていますが、芸、ま、の、あ、なら、私は9番さんが7番さんとファッションがあるから真に見えたっていうのは分かりますまあたし私はファッションではなく、場面整理プラス考察で真を問いに行,行ってほしいかなと思います。7番さんにはね。 1い、うん、ぐらいかな。うんで3番3が2番3にしろ。ただ。8がローだったら私は囲えていないの、囲えていないと思っているので、1のローンがないのでね、うん、グレーにいるなっていう感じですね。うんうん、まあ3、1になったら分からんけど、うん。まあもう一度話を聞いてからですね。正直9 9番さんと2番さんに特段おかしかったなと思うところはなかったですね。あんまり私はパッションで決めてほしくはないなと9番さんにだけは言っておきます。考察で、盤面,はなんか盤面の破綻したのにパッションがあるから新っぽいみたいな、そういう考察はやめていただきたいですね。 いや3番さんが2番さんのところにオオカミマークが出てるから、ちょっと白くしとかないといけないかなっていうところで把握もしたのかなと思います。した、ね、はい。自分は霊能のし霊能の審議に関しては1番真、真七7番、狂人。占いに関しては8番と3番、どっちもまだわからないが、やや3番の方が2めと思ってます。理由言いますね。えっと、1番のオオカミ目がないっていうことに関しては、8番が狂人、1番がオオカミとは1番が霊能使用しないというのはわかるんですが、それに関しては当たり前なんですが、1番が狂人も占ないと思ってます。理由言いますね理由は、 一番強靭だったら一番視点というのは、八番が真か老かということも分からないし、この後占い師が使用するかどうかも分からない。だったら一番というのは潜伏した方が強いんですよ <laughs>。仮に八番が、まあ八番が狼でもんでもどっちも分からないけど、占い師がこの後使用した場合というのは、クロス占いが提案される可能性が極めて高い。クロス占いで隠し料を作るもしくは、囲いを見るという可能性が高いので、一番というのは占い師に入りやすいんですよね。だったら一番が強靭だった場合、この後占い師が使用した場合というのは、一番というのはかなり占い師に入りやすい。 1>, なので1番が強靭だったら使用しない方が強いと思います。うん、なんで1番の方が盤面的に俺は芯が高いと思っています。って感じですね。まあ、7番の発言も聞いてないのでわからないですが、盤面的にって話ですね。占いに関してやや3の方が芯目が薄いなって思った理由は、3番がレ能ノーローラーを押してカリウド使用を促さなかったことですね。3番視点っていうのは、3番は2番に白結果が出ていて、3番視点のグレーが9、4、5、6の4つ。で、9、4、5、6のどこかがカリウドが使用した場合っていうのは、3番の占い位置は3分の1で狼が釣れる計算になる。 ただ、カリウドが使用しなかった場合っていうのは3番目線っていうのは4分の1で狼を探さなきゃいけないんで、占い幅が全然違う。って話なんで3番地点はカリウドは必ず使用してほしかったと思うのに、そこを言わなかったことがやや2戦目。しかし8番も特にレイロラがしたいか、レイがもし2人以上いた場合にレイロラがしたいかっていう進行などを特に言わなかったんで、別に8番も新目がそこまで高いわけではないので、まだわからないって感じですね。92に関しては、ま、盤面の人権が確定しない状態だったので、2周目の発言って感じですかね。今のところ精査はできていません。レイロラだったら自分は7から行きたいと思っています。以上。 6番のプレイヤーは発言してください。さいはい、よろしくお願いします。うん、えっ、ー、と、自分もグレーかなーと思ってる。うん、正直で。うん、いやね、17なんだけどね、うん、正直心境かなと思ってるよ。うん、俺も理由言うけどさ、えっとね、8がさ、1のことを、もしもさ、81人外だった場合の話するけどさ、うん、その場合ってさ、うーん、だって、8人狼で1が、 巨人だったと覚えてわざわざ出る必要があるだって。それだったら潜伏感強いんじゃないかなっていうのが、うん、って言いたいんだけど。うん、ってのもあるんだけどさ、1番さんなんだけどね、あのー、少しだけ強人味を感じた点があったんだよね。一つだけ言いたいんだけど。あのー、うん、情報釣りの流れになってない状況で、うん、そういう流れなんで作ったのかなって言った。うん、別に情報釣りって誰も言ってないよね。 うん、俺ちょっと違うんだけどなそこは。わざわざその発言いらなかったと思う。<あ>っていう点、ちょっと狂人面が上がったような感じがしたのは一番。で、七番なんだけどね。うん、まあ、面的に考えると一番のがちょっと新っぽいかなっていうのは同じなんだよね、五番と考えると。うん、で、七番に関してなんだけど、七番に関してはファッションが伝わっただけで正直よくわからなかった。うん、っていう点で、まぁ、あ、新名は感じたよ、ちょっとだけ。うん、でも発言によるかなと思ってる。うん、っていう理念で、えー、っと、正直グレーかな。うん。 でね、うん、難しいな、これ、えー。いらない目も消していい。うん、なん5番は白いと思った、正直言って、うん。ほぼほぼね、考察がはっきりしている、うん。なんとなく言ってること全然わかるんだよね。うん、だって3の真偽もつけていたっていう点もある。うん、いやー、難しいな、これ。うん、9番に関してはね、7番とちょっと違ったかなと思った。うん、いや、同じか。うん いや、ちょっと難しいね。ちょっと2週目の発言聞かなきゃ分かんないかな、これは。うん、ちょっとすいません。うん、最後だけど。ごめんなさい。じゃあちょっと2週目の発言期待します。自分全然分かんない。7番のプレイヤーは発言してください。はい。2週目喋ります。まだあれ届かない。あもう絶対吐く。もう多分もうほぼ100、100%教授やと思う。理由は皆さん言ってくれたんですから、もう一度言いますね。 あの、白を出されているのに狼やったら出てくる意味がないっていうのもそうですし、あの、自分を釣りを飲んだところが、ネンドンローラーに持っていきたいところ、いい表人に映った。で、ご丁寧にね、あの、情報釣り動向を説明してくれはったんですけど、まあ、自分が釣られて白出た時の言い訳を自分でしてくれはりましたねって感じですね。ということで、一番さんは絶対教人やと思います。<laughs> 例のローラーですか今日は絶対1番さんを撮ってください。で、8番さん3番さんの占いに関してはまだ神経はついてないんですけども、<laughs> 3番さんにちょっと引っかかっています。理由を言いますと、2番さんの狂人目を追ったんですよね。狂人目っていうか、2の狂人目も感じられないしなっていう発言があったんですよ。もう2、人進行になっているところで、狂人と狼が出てきてるはずなんですけど、3番さん目線、狼がり出てきてるんですか 2>, です、ね、?2 番さんが狂人って考えたときに。その線をちょっと追ったところが、 気になりますかね。まあでも、まあ、西村の発言聞いて、占い師に関しては考えていきたいと思ってます。ぐらいに関しましては、9番さんは西村の発言したいかなって思います。で、5、6番さんなんですけど、6番さんの方が臭いと思ってますね。あの、5番さんは私のお審とは思わない。で、3番さんも、ちょっと偽っぽいっていうふうに流れてはいたんですけども、しっかりどっちが今日、どっちが狼かなっていう感じのふうに決めて喋ってはったんですね。6番さんは、1番さんの強目。 と私目を上げてうんどっちだろうなえー、占いもどっちだろうなって言って結局二号さんですよねそこがちょっと怪しく釣りました今日は絶対一番さん釣っ,ってください出しがしいんです八番さんどうぞ八番のプレイヤーは発言してくださいはいまず三番さんに関して三番さんは二番さんに白を出しているにもかかわらず目線が近かったから白目と言いましたもうこれ完全なえっ、ー、と何ていうかな破綻かな七番さんは強人目で見てるってなんかフォローを入れてたイメージがありましたね。 うん、人目で見てるって言ってましたかね。まあ、単純に出現だと思いますけどね。うん。で、3、2で2狼で、もしかしたら、えっと、自分が、えっと、3番さんが狼だとして、自分が、の相方にマーク変えられないから、 もしかしたらそこで2番さんのこう白い要素をポロッと言っちゃったのかなっていうふうにも思いました。マークつけれるんだったらそんなこと言わないだろうからね。とは思ったけど、2、三2、狼だったら2番さんが出るのかなっていうところもまあ考えて、まあ、どっちかなって感じですね。うん、で、えっと、7番さんに関するんですけど、えっと、5番さん、6番さんがすごく時間を使って1番さんの強靭はないと。 いう説明をしてくださったんですが、そこに関してはどうお思いだったんでしょうかね。うん。そこに関して、なんか、あうん、一教人、一狂人とかし,しか言ってなかったですからね。まあそこがどうなんだろうってところですよね。ですね。うん。私、今日の一狼もう、まあな、まあ、ないか。まあないか。うん。まあその5、6に対してその、 反論みたいなのが欲しかったかなっていうところですね、うん。で、今日は、霊能を釣りましょう。まあ、グレー釣ってもいいけど、まあ、そんなめちゃくちゃ黒い人がいるわけでもないと、多分思うので、まあ、霊能からで。で、単純に、あの、新芽が低い方からでいいと思ってます。うん。あの、情報落ちるって、まあ、リバーさんとかも言ってくれたかな。あの、情報どうせ落ちないんで、あの、うん。単純に、霊能ローラーで新芽が低い方からでいいと思ってます。 9番のプレイヤーは発言してください。さいまず、占い師に関しては、三番さんが2戦目で見てる。三番さんは8番さんも言ってたう2番さんの精査をした。いい 2>, 2番さんが視点が近い、興味もない。あなたって17の精査を神教って言ったんですよね。さらに、神教、71の打ち明け神教でお手にもかかわらず、なんかクロスともてっていうふうな。それは何理論ですかなんか <laughs>、発言がもうまとまってないです、三番さんに関して。だから、三番さんの心はほぼほぼ切ってるかなうん。 例のなんですけども、5番さんの位置の精査は違うと思ったよ。1番さんが偽で出ないときっていうのは、7番さんが狼で、7番さんが店に見えて、7番さんの狼線を感じたときに、1番さんが出ないんですよ。だから、結構、1番さんがその理論で、5番さんの理論で、なんか、占い位置に入るから、その5番さんの理論で1番さんが出ないっていうのは、1番さんが教授にあった場合出ないっていう、その線っていうのは、なんかすごい、 なんか、安直かなと思った。なんか、その思考って俺は違うと思ったかな。なんか僕はミスより、ね、グレー詰めてほしいけど。俺は一番さん偽め目だと思ったんだよんじゃないグレー一、ね、番さんっていうのは、なんか情報ずりなら自分は釣られるっていう流れ。いや、あなたが真であれば七番さん釣りましょうよ。あなた真なんでしょ一番さんしてんって。そうじゃないですか。そのなんか盤面で自分が釣られて、そのローラーの場面を作ろうっていう、その思考は俺、好きじゃないかなって思った。真なら真残して、偽を釣って決め打ちましょうよって思いますけどね、僕は。 一番さんから行きます。一番さんの方が偽目に見えて、三番さんの方が偽で見えてる。七八真で見てるよ、今のところ。で、グレーなんですけども、えー、っと、まあ、霊能に関しては真、強で見てるね。八番さん真で見てることから一番さんを偽目に見ていて、狂人、一番さん狂人で見てる。で、三番さんに関しては <laughs>、狼で見てるね。うん。グレーに関しては五番さんが視点が合わない。ただ五番さんっていうのは、うーん、ちょっと二周目かな。ちょっと持論、僕には理解できないところがあったな。っていうところ。 今日は一番さんからいきます。一番のプレイヤーは発言してください。まず5、五六番さんがグレーズリ提案をした中で、七番さんが一番さん釣り。 っていうところに持っていったところ、7番さん自分自身が釣られる可能性もある中で、占いローラーに持っていったところ、俺は7番さんやっぱり強人目が非常に高いと思っている。7番さん強人でほぼ確定かな。で、8番さん、3番さんの精査に関しては、もうみんなが言ってる通り、俺は3番さんが2戦目で見えている。理由としては先ほど9番さんも言ったが、3番さん1、7っていうところを心境をほぼほぼで見ていると言いながら、2番さんの強人目を追っていたところ、2番さんを精査した後でね。2番さんを精査してしまった後に、 うん、正直、ちょっと言い訳っぽく感じた。三番さんの発言に関してはね。うん。だから俺は三番さんの方が新目がないと思っている。八心で見ている。うん。で、五番さんに関して、俺は九番さんが言うように五番さんに関しては特段違和感っていうのを感じなかったけどな。 うん、5番さんがグレー詰め提案をしたっていうのは、オオカミだったとしたら自分が釣られる可能性もあったと思っている、うん。だから5番さんがわざわざそんなことを言う必要があったのかな。うん、明らかに霊能ローラーであった流れを、グレーズリっていうところを提案する5番さんのオオカミリって何ですか、9番さんじゃ、うん。俺5番さんは白いと思った。 6番さんに関して、うん、まあ、だから6番さんは5番さんに乗っかって、まあ、グレーズリ提案っていうところで、5番さんに乗っかるしかなかったのかな。6番さんに関しては独断白いと思わなかったが、5番さんに関しては白いと思った。6番さんはなんだったら発言がかなりふわふわしていた。3番さんの発言があったにもかかわらず、うん、さんの精査もつかないっていうのは、俺、正直どうなのかなというふうに。 ふうには思ったかな。だから5番さんが白く見えていることから、現状6が9に残りラストウルフがいるかなというふうに思っている。うん、3番さん、オオカミで見たときに2番さんという相方を初日に囲うかなというふうにも思っているので、2番さんは盤面的に白いんじゃないかなというふうに思っています。今日は7番さんから釣ってください。7番さんは,は99%くらい強人だと思っています。以上。僕ミスはグレー詰めた方がいい。プレイヤーは発言してください。とりあえず17は心境でしょう。これは。 あのお互いにロラをしてる点からして、どっちかに狼が出てるとは思えない。一番狼で出るとも思えないし、七番が狼でグレー済みの流れを切ってまでロラに持ってった点として、七一は新居に見えるかな。そうなってくると、三八が新老。新老でそれぞれに相方がどっかにいらずに、ね、それぞれといレも狼の方に。八三で比べたら皆さんが言うと、俺も全然八番の和んねかな。三番の八教人一狼の視点持ってないっていうのもだいぶ気になったし、もうほとんどないと思ってるけどね、俺も。 ね、プラス、僕に関して視点が近いって発言があったんだけど、みんなも言ってるけど、二二進行の中で俺の強人目がないっていう発言って必要だったのかなって思うな。八一狼がないって発言を必要にしていたけど、まあないでしょ。んで、おって、グレー。な五六九の中に一郎がいるんですよ、僕目線は。な八番さんは俺が鎌市じゃないと思ったら俺のことを占ってほしいかな。この村において隠しろができるのはすごくでかいんだよね。なできたら俺を占ってほしい。 でもって、別にどっちから釣ってもね、多分お互いに白しか出さないから、これ別に何も変わんねえと思うよ。で、別に偽釣ろうと真釣ろうとどうせ明日釣るんだから、俺正直、例のどっちから行っても何も変わんないと思ってるかな。うん、うん。ただ、7が1黒出すとかだったら盤面が変わってくるから、俺は1番から行こうかなって感じ。うん、まあほぼほぼ白だと思うけどね、7が死んだとしても1は強人だと思うし、1が死んだとしても7は強人だと思って。 真の方釣ったとして黒出してそんな危ないムーブをそれぞれ狂人がするとは思わないから、どっちから釣っても変わらんと思うけど、7が1に黒出せるだと盤面が大きく動くから今日1から釣ろうかなって感じ。グレーの5、6、9だけど正直誰がどこの相方なのかっていうのは全然出てこない。5番さんが1、1、真の7、狂人、3、弱あの2戦目。6番さんも似たような感じでしょ ?7、パッションか、2、や新名、5、白目って話でしょ ?6 の5、白置きだけがちょっとよくわかんなかったって感じ。3番のプレイヤーは発言してください。 なんだかんだに2戦目に見られていますが、俺が言いたかったのは一ローローだ、81が朗朗で囲っていた場合、7が、えっと、新霊能だった場合、2番さんの教示目が唯一ある、その話をしたかっただけなんですけどね。 まそ,れそれを持ち出す理由がないからな,な、まあ、とりあえず精査していきます。今日71だったら今日僕は1番さんからでいいと思います。えー、理由は81、ローローがかいはほぼないと思いますが、もしかしたら7番さんの例の結果で1クロもワンチャールので、えーと、情報が落ちるという点、えー。1番さんが最初から指摘した通り、1番んを強調するべきだと思っております。うん、正直、17の精査はそこまでついてないけどね。うん、情報が落ちるという点では位置りが一番。 いいのかなと思ったら考察的にはまあ7番さんちょっとね酸素切れっぽかったけど、うん、とりあえず1番さん聞き取りせなかったね7番さん、うん、で7番心境かなと思ってるけどね一応、まあ、とりあえず1からいきましょう、うん、グレー56については特に、うん、あ9もか569に関してはとりあえずそんなに9番さんは割と,、えー、と俺の2攻めを上げて8にすり寄る感じだったか、うん、どうなんだろう うん、なかなか色が見えないのが9番さんで、5番さんと6番さんがグレー釣りを提案した。オオカミだったらなかなかそんなことしないんじゃないかなっていう印象あるから、うん、乗っかった6番さんってよりか5番さんの方が白くは見えたかな。うん、6番さんが5番さんに乗ったのは、うん、グレー釣りを本心で押してるのか、うん、旗はまた釣りよっと押してるのかはよくわからなかったけど、うん、今とこ5が白く見えて9が色落ちなくて6番さんが若干怪しいかなとグレーでは思っている。 くらいかな。今日は一番さんに入れます。以上です。四番のプレイヤーは、はい、発言してください。えっと五番さんが昨日言った一番さんの興味はほとんどないで一番さんがね今日だったら例の使用せず占い師に入った方が強いと言っていましたが。 もし、一番さんが狂人で、まあ、例の使用せず、占い値に入ったとしても、今日って一番さんが例の使用しなければね、まあ、例をどうしようしてもやけど、グレーズリーの流れになったと思うんですよね。その時に一番さん今日だったら、グレーに一匹狼がいるっていう場面が分かって、うん、グレーズリーに、あの、狼が釣られたらやばいなと思って一番さん狂人で使用したっていう可能性も、私はあるんじゃないかなと思いましたね。 確かに一番さん使用しない方が強いですが、一、えー、匹釣られてしまったら、あの、オオカミ陣営すごく不利になるので、使用したのかなっていう目線も私はあったけどな。うーん。うーん。あ、今日、うん今日、例のロライ、私、17神居やと思うからぐ、<laughs> まあいいですね。すいません。 まあ一難心境だと見ています。んで、二番さんの今の発言、自分がかまイチじゃないとすれば、八番さん僕を占ってくださいと言った点と、三番さんが人狼だった場合、一日目に囲わないじゃないかなという点から、私、二番さんは白いだ、白だと思っていますね。五六九二、八三の相方がいると思っています。で、五番さんにその指摘、ていうか、んと思ったことあるんですが、五番さん、六番さん、九番さんで見ると、私は六番さんが、ん、定まってないかなと思った。 9番さんが8にすり寄ったってさんまさん言いますが、じゃあさんまさん目線で9番さんって若干白くなるんじゃないですかね。もし8、9だったらさんまさんの占い値に入りますよね。だったらさんまさん目線9って白くなるんじゃないですか。9が8にすり寄ってるっていう発言は私はちょっとおかしいかなと思いましたね。うーん。かな。じゃあ今日は1からで。5番のプレイヤーは 発言してください。さいはい。まず、あの、村に結構、なんか誤解を生んでるというか、勘違いが起きてると思うんですが、かなりありがたい捏造だったんですけど、僕はグレーズリーを押してないですね。7番の2戦目の方が高いと思うから、例のローラーで7番からっていう風に言ったし、グレーズリーをしたのは多分4番さんからですね。なんで、グレーズリーを最初に押したから、狼っぽくないっていうのは、それは違いますね。そこの良さで俺を知ろうと思ってるんだったら、別に思わなくていいです。4番さんが最初にグレーズリーを押してるんで。って感じで、6番が僕に乗っかったっていうのは別にないので、別にそこへ6番の2戦目を追わなくてもいいかなって感じですね。 6番が僕の発言に乗っかったっていうことに関しては別に5番と6番の位置が逆だった場合は僕が6番に乗っかっている形になってしまっていたかもしれないので別にそこに関してはクリさと思わなくてもいいと思います。で、自分は9番の方が圧倒的にグレーだったら怪しんでますね。理由は9番っていうのは5番と視点が合わないって言ってたんですけど9番って3番の偽をかなりご利用してましたよね。多分3番の偽目を一番最初に挙げたの僕ですよ。 3番の発言の後、4番さんは占いの精査がつかないというふうに言って、自分は3番が占い師だった場合は、狩人 CO を促して、グレー幅を4分の1から3分の1に狭めた方が絶対にいいっていうふうに言って、3番の二狭めを最初に下げた人物だと自分で記憶しているんですけど、その僕と視点が合わなかったというのは、1番を強靭で追ったことと強靭で追わなかったことに関する指摘の差ですかね。僕、レイロローラーを押してますよ。レノローラーを押してるんで、1番が強靭なのか、七番が強靭なのか、別に安定進行でレノローラーでいいと思ってるって、7の方が二狭めと思ってますが一番もつりますよ。 だから別にそこの審議で意見が合わなかったからって言って僕を黒にするのは違うのかと思いました。で、2番に関しては盤面上白いと思ってますね、僕も。3番が2番を書こうとは思わなかった、思ってないし。って感じですね。で、4番さんに、狩るのに言いたいんですけど、自分は占い師を護衛してほしいと思ってますは。8番が真だった場合っていうのは、8番の信用差が著しく下がってるんで、8番が噛み抜かれる可能性もあると思ってるんで、まあ、この発言で僕を8番と LINE が繋がってると思うんだったら、別にそう思っていただいて構いません。七番投票。 のプレイヤーは発言してくだとね、ふわふわしてって言ったの、しょうがないと思うよ。それは7番3目線全然正確だと思ってる。うん、今思えば全然わかるな。うんとね、確かにね、一番のね、そのグレー釣リっていうかさ、あの、情報釣りの流れになってる正直そこが理解できなかったっていうのは一つ言いたいんだよね。うん、そこだけはすごく強じめだった。うん、っていう点でさ、えっ、ー、とね、うん、正直もう3の新規ってんだったら3釣りでよくんねえかなと思うんで、さっきから俺思うんだけどさ、うん。それも思った。うん 二、うん、回目の発言、一回目の発言そんなに気になるはずなかったんだけど、うんねうん、悪いんだけど、うん、から僕が言うと,とだろう、なんかそんなに気になる点ではなかった。<laughs> いや、正直話聞いてないからかもしれないんだけど、えっとね、3万なんだけどね、あのー、結局1の情報釣りで終わるのかなって言いたいんだけど、うん、なんだろうね、わざわざ情報釣りするからだって。うん、全然なんか新境で見てんだったら全然占い出業者早くね、だって。うん、いやさ、 1>, 1番とかってさ、もう3の芯切ってんだったら全然3釣りいいと思うんだけどな、俺。うん、そこまでいってんだったら。なんでそんなに押さねえのかなと思ってさ。7番どうだったっけ ?7 番は3の芯切って言っていたっけうん、番。え、待って。うー、んうん、そこ大事変わんないんだけどさ。<laughs> うーん、全然3釣りをしていいと思うんだけどな。6かなと思ったけど。うん、ていのが言いたい。いね、なんでかなって。うん。 うん、いや、別にグレーからでいいと思うけど、だって。うん、わざわざ、うん、心境で見る必要には普通にね、うん、例の無視でいいじゃねえかなと思うんだけど、うん、違うかな、これって。 なんだ、これなんですかねかかちょっとこの、五番は俺と孫が似だけってないから分かんないところもあるんですけど、うん、そこれでしょ、こもせだけだレノが新居ならでて方法を分かってても、投票を始めてください。安定進行はレイノローラーじゃないんですかねありえんオラじゃないべ私なのでいい。1番のプレイヤーが選ばれました。 1>, 1番のプレイヤーは発言してください。さいまあ村目線そうなるか、俺が村だったとしてもそうするもんね。うん、俺を普通に村だったとしても普通に白出てるところからつるもんね。うーん、そうだね。4番さんに関しては7番さんを合意する必要は全くないです。7番さん二0なので、うん。で、これだけ3番が芯が下げられてる状況だったら、もしかしたら7番さんが僕に黒を打つかもしれないですが。<laughs> うん そこで7番さんの偽性っていうのがわかると思っている、うん。だから7番さんは結局俺に黒を打つことはできないんだよね。自分の新目っていうのがめちゃくちゃ下がってしまうから。8が1に囲われている段階で狼でしゅうの死をするわけがないですよね。だから、ね、結局7番さんっていうのは俺に白しか打てないと思っている、うん。4番さんは別に7番さんを守らなくていいです。自分が思う新目だと思う占い師を守ってほしい。4番さんに関してはね。うん、別に7番さんが噛まれれば噛まれ,れ,、うん、噛まれたらでそれで OK だし。 そこで人外が一人消えるのでね。うん、で5番さんに関しては俺やっぱり白いと思ってるしで6番さんの今日の発言を2週目の発言は俺めちゃめちゃ白いなと思ったの、うんうん。仮に6番さんが、えー、この番面占い新郎番面だと思っているから。 うん3番えー、6番さんが3番さんの相方だったとしても、初日3釣り推しっていうのはないと思ってるし、えー、8番さんが狼、仮にね、8番さんが狼で6番さんが狼だったという盤面でも、6番さん,、うん、そこまで6、8っていうがっつりラインを結んでこないと思ってるから、6番さんはかなり盤面的に白くなったかな。うん、6番さんの3釣り推しっていうのはね。だからそうなると、俺と5と9のセンサーなんだけど、 2>, 2番さんの囲いはないと思ってるからね5と9の正さなんだけど俺はやっぱり5番さんの方が白いと思ってる9番さんに関しての視点っていうのが俺は分的にって感じだな5番さんが白いと思ってることるからねうんだから明日7番さんが生きてるようであれば必ず7番さんを写ってほしい、うん、で3番は2戦目だと思ってる以上夜が来ました目を閉じてください 占占いいい師師はは目を開けてくださ9白うーん9白かまあ3はほぼほぼ黒だと思うんですけど相方が分かんないな5は単体ですごい白いと思ったでしょで6は今種目の方がすごい白いと思った9番さんに関しては。 まあ3番サインの指摘よかったけどまあまあ指摘できるところも指摘できたって感じだった、うん、かな白か朝が来ました昨夜死んだのは。 4番5番のプレイヤーが発言してください夜にスキップしました夜が来ました目を閉じてください、ね、占い師は目を開けてください占い師は見る相手を選んでください 236ラウンドあかあ<ー>ー6ねーなるほどなー右ちぎりってやつだね まあ、あんだけ偽をされたらサンツリももう言えるか。あの順番だったら。一応事務しとくけど、意味なさそう。朝が来ました,ました昨夜死んだのは、なんか二重になってる。8番。8番 9番,9番のプレイヤーはすみません。あ、あの、八番さん、あの、タスク切りお願いします。あの、聞こえちゃうんで、すみません。あ、僕あ、僕聞こえてたのかな大丈夫かな <laughs> 僕の声聞こえてたかないやば、このバグやばいでしょ。こんなバグあるんだ。 神アプリだねー <laughs> 聞こえてたっぽいな <laughs> マジまだこんなバグあるのちょっとかわいそうだなこれはもう誰のせいでもなくバグのせいですねこれもし聞こえたら聞こえてるやつなのマジ かわいそうだな。自爆するとなるんですかええ。神アプリだねぇ。自爆した時に発言してた人の声やきこれ。え、でも僕発言してなかったですよね。<laughs> 大丈夫かなちょっとこれ聞こえたらかわいそうですね <laughs> 起動しないよー神アプリですね まあどうせ7つって9噛まれて265のあれになるからっていうことですか今日決めちゃいたいってこと ?7 強靱だった場合7の強靱票があるからちょっと怖いなってのは思ってるよ今。まあでも7強靱だったら強靱目線わかんないからいっか。自爆で37の二郎もちょっと追え,追えないよね。37の二郎追わんくていいよね。追わないよ。 いひー。まあ、だとしたら、巨人どこに乗って話にもなるしな。うーんとね、俺目線は5、6、どっちかに3番さんの相方がいるんだって、どっちって言われると、あそこで3が自爆をする必要があったのかっていうのが、俺の中ですごい疑問なんだよね。あの自爆に何か意味があるんだとしたら、6が3に入れたから、6、3の二郎はないよねって見せたくて、あそこで自爆した可能性。 もしくはもう無理だってなって、7釣った後に8噛むぐらいだったら、とりあえず自分釣らせて、明日7を釣るか釣らせないか迷う方にしたかどっちかかわかんないけど、それこそあの6が3に入れたからそれを見せるための自爆かもしれないし、正直頭の中はごちゃごちゃです。8が9白だけ打ってくる可な性もかったって感じはしましたけどね。5、6はつかんな3 6、6、5、6、5、3、あぁ。 なんだ俺が村だとして、グレーの位置で、占いに初日に手をかけるかってなったら、村人の思考じゃないと思うんだよね、それって。俺だったら、どんなにどっちが偽めでも、さっき8番の黒俺は一応追ったように、どっちかが偽っぽいなってのはあっても、どっちかを釣ろうなんて思考に思い至るわけがないんだよ。占い釣るぐらいだったら、霊能も手かけずにグレー釣りじゃないかな。そこを手かけたら6番確かに怪しいと思っている。でも俺は霊能でいいと思う。五番のプレイヤーは、 発言してください、はい、自分7番でいいと思いますけどね、するの。一応、1番、シン、7番狼、狼オ3番狼、狼オ8番、シン、で、強人が聞こえてないですかね、大丈夫かな。一応思いました盤面的に。9番が7番すらなくていいとか、9番、強人とかも一応可能性としてあるのかなって思うし、7番をつけたいかなと思いますけどね。ただ、グレーの中だったら、9番と自分の分からないよさ6番が一番おいいと思いますね。というか、2番が今の発言で白くなったかな。 2番が7番の強靱票を気にした点、7番強靱だった場合7番の強靱票を気にした点から7番を最初にするのした点は普通に白いと思うし、3番が狼や2番を押ってからこうっていうのは、それをやるんだった場合3番は自爆しないと思いました。いくら3番の方が締めが薄い薄かったとはいえ、3番が自爆したら3二ラインって結構思いやすいのかなというふうに思いますし、3番の自爆から2番は白と思っている。なので6番がラストゴルフの可能性が高いと思ってますが、自分七7番釣りでいいと思ったんですけど、ダメですかね。うん。7番釣りが最安定だと思うんですけどね、どっちにしたって。 7番つったら必ずザーストア来ますし、潜伏巨人プラス7番狼の新郎、新郎場面ケアもできるので、自分は7番釣りをしますね。6番がストールだと思っていても7番釣りでいいと思っている。初日の発言、初日に思った印象から、やはり1番の方が圧倒的に真に見えるからって感じですね。うん。やはり1番が巨人だったら自分は潜伏すると思っているのでって感じです。 うーん9番さんに結構指摘されちゃったんですけど、まあ、自分の白アピじゃ一応しておきますね。自分が1あ、さっきも9番さんも言ったと思うんですけど、自分が一番最初に3番にヘイトを向けた自信があります。3番の占い師に対してヘイトを向けた自信があるということと、えー、っと、そうだな。自分はそうですね。グレーズ目を押していたから白いって村の意見で言われていたけど、そう,そうじゃないっていう、自分にとって都合のいい状況を捏造してまで自分に都合悪くしたっていうのは結構村として捉えてほしいと思っている。今日は7番に投票します、自分は以上。 6番のプレイヤーは発言してください。うんと、7番に行くの俺は。<laughs> うん、俺別に元からもう1のシーンは切ってるけどね。うん、悪いんだけど。7、一でさ、今精査したらさ、あの、1番の方がさ、正直、やっぱ最初の発言すごく気になる。ここで死人の精査してもな。<laughs> うん、っていうのが言いたいんだけどさ、俺全然グレーでいいと思うんだけど、この場面だときついか、やっぱ。 七んだと思うけどな、最初のムーブからしてさ。うーん、でも、あ勝てそうですねそっか、万面的に見てもきついかでもこれだと。わからねえな、そうなると。うーん、いや、七釣りかな。うんとさ、まず言いたいんだけどさ、あのさ、なんで三釣りをしたかって言うけどさ、もう一度言うけどさ、あの、わざわざさ、狂人釣り意味あんのだって。ないよね。普通にさ、もう、 占いのことさ、黒く見てんだったらさ、全然あの占いってもいいと思うんだけどな、俺は。うん。まあ、でもこの作品上手ですね。うん、だってさ、どっちいちさ、さんんね、強んとかさ、ね、17、うん、どうせドライになるだけでしょ、だって。<laughs> 意味ないよね。うん、どっちいち変わんないと思うんだよな。うん、だから全然3行こうかなと思ったんだけど。違う <laughs> うん。それが言いたいわけよ。 うん、何が違和感なのかなって。そこだけ疑問だった。まだなずい,い,い、ねうんね、なんだけどね。もう正直、審議つけれないわ。悪いけど。うん。いやー、これ分かんないな、もう。いや、正直、9がサイクルで持ったんだけど、さっきまでは。8番差白打ったからさ。うん、っていう点でどうなのかな、これは。 うん、ちょっと本当に気がいいや。ちょっと本当、考察つかないから7つあります、今日は。すいません。7つの,のプレイヤーは発言してください。いやね、私は絶対、私、つ私を残しても絶対に PP 怒らないので残してほしい。私死んだからもうそれ私は、私は死んだから私、ジュリは飲めない。胸、まあ、目線は私がほらやったら絶対にするけども。 私は深夜か、その、私、釣りは飲めない。私はさって6く怪しく思っている。二の狼岡には追ってない。なんでかっていうと、二番さんはもう初日の時点でクロス占いを飲んでるんですよね。むしろ提案する。一人ずれで、あの、カリエドもの生き残ってて、八番さんが生存、二日目生存している確率ってもうめちゃくちゃ高かったはずなんですよ。二番は裏で1位に入って、自分から入りに行ったのは絶対知りないと思ってます。で、 あの、6番さんなんですけども、6番さんって、1日目に1目ってグレーを追って、占いずに持って行ったじゃないですか。占い釣に行く部ブって感じで、ちょっと白っぽいかもっていうふうに思ったんですよね。ただ、あの、6番さんが来られた時にグレー詰めって、6番さんって比較的白く見られていたので、6番さんは他のグレー詰められたら、 村を釣れたら、6番さんは結構有利になりますよね。だから最初はグレーに持ってきたかったのかなって。7つので、ここら辺でけど、6をちょっと安く持ってるて、5番さんはあの自分自身で開けてはるところは開け<ー>てはったんですけど、本当にそれが知り合いをしたと思ってるので、私は6はくれと思ってます。3枚か方は6ケと思ってます。7つって髪見てもっかいて、一回発言見てるので、息切れしてます。ごめんなさい。私は飲みたくない。飲みたくない。6を6つする。人狼スポーツ。投票を始めてください。 これが今度出る人狼スポーツってやつですか人狼 e スポーツへっていう。ボイススタジアムですか、ね、7番のプレイヤーが選ばれましが、まあ。特に単性だから、やっぱ発言はできる限り多い方が情報になるから。引き直すださい,安定進行でいいんすだ。だって9番さん白なんですよ。だから今日今晩9番さんかまれて完全ぐらいの。 もう256、3番さん黒でしたから、もう2番さんもグレーですよね。256で殴り合うんでしょまあ。いいんじゃない ?PT 回避って意味でも、<laughs> 情報がもっと落ちるって意味でも、うん、今日は別に知り入れなくてかったのに。だってもう、う <laughs> 多分6が怪しいと思うよ。2番さん。が黒は絶対ないでしょいいんじゃない情報は多い方がいいんじゃないですか、ね、た ?3 番さんが自爆しちゃったんで、そうなると2番さん黒くなるでしょ。えー。 楽じゃないんですか頑張ってください。夜が来ました目を閉じてください情報は別に落ちない。え、でも、6番さんが今最後に発言した、その6番さんの発言を受けてまた,たさらに突っ込みが入るだろうから、情報は落ちると思いますよ。単性だからね。同時だったら別にまた変わってくると思うんですけど、今の発言を受けて、さらに発言して、その発言に対してもっていう感じで続いていくから、 情報は落ちると思いますよ。僕はグレー行きたい。まあいいんじゃないなと思うけどね。安定進行で。まあ特に自爆されてるし、発言も少なくなってるから。 伸ばしていいんじゃないですかね。まあ、決戦を早めるメリット自体はそんなないかなって思いますけどね。まあ奈良がシーだったら。お。五番。六番のプレイヤーは発言してください。さいうん。うん。いやーこ マジか。<laughs> うん、これもう無理かな、多分。ごめん。うんとさ、もう、うん、ちょっと自論だけ言っとくよ。うんとさ、7番さん言っとくけどさ、あのね、まず最初グレーツリー持ってくって言ったじゃん。うん、それはさ、普通にね、強靭する意味ないんだってだから、わざわざ。うん、それでさ、3、三8でさ、全然さ、審議つけれてなかったわけよ、俺は。なんで、んさそのままさ、うん、俺は3のさ、黒身言ったじゃんよ。 うん。定点で俺は3釣りをしたわけよ。うん。2戦目だから。正直言って。うん。だってさ、わざわざさ、<laughs> うん。だ、なんだってさ、2戦目で思ってんのにさ、強人わざわざ釣る必要ないでしょ、だって。うん。正直どっちかわかんなかった場合さ、うんって言いたいんだけど、まあ俺は元からもいつも強靭目は高いと思ってたけどね。うん、わざわざさ、7番にいる必要はなかったと思うけど、さっきは。うん、ほんと安定率取らせていただいたけど、 いやーもうあの場面は三つりいいと思うんだよね。何度も言うけど。っていうのだけは本当に言っておきたい。で、誰が来るのか、うん。それしか伸びられない。正直、2の黒よさがない。うん、俺も白よ素もない、特に。うん、何もあげられない。うん、正直無理、これは、うん。そこだけ言っておきます。うん、ごめん、もう。いやー無理かな。フ <laughs> パッションですかど、ね、無うん。 ちょ正直ね、黒い要素って言ってもね、2番の怪しいとこなんてないんだよね。悪いんだけど。うん、初日からさ、普通の正当な発言してるしさ、なんともね、なんだろ、黒いと思わなかった。うん、そこだけ言っとくよ。うん、もう何もわからない。俺は正直。いや、2、3か。っていうのだけ以上。9番のプレイヤーは発言してくださいこさ、村田の元と交達してほしいな、結構考えたんだけど。 6番さんが昨日俺に白打たれた時点で6番さんがサイクロ級だったっていう風な感じで自分にヘイト向けるかなって思ったところと2番さん、あのね、番さんが自分占ってっていう提案して、したのは白いって思うかもしれないけど三番さん自爆してんだよ。自爆戦法を使って8番さんの占い結果を伏せることできるんだよ。だから8番さんが2番さん占ってる可能性もおって3番さんは、8番さんが結果貼る前に三番さんが自爆したって考えも全然できるでしょ。だから2番さんの自分占ってっていう発言は全然白くないよ。 ここで俺をか、俺を残す意味ね。多分2番さんかなと思ってるけどね。うー、マジええ。2番さんのその思考はいいと思うよ。その2番さんの、なんて言うんだろう。考えすぎだよ。8番、8番の相方軸を見つけるってその思考もいいと思うけど、なんか、なんだろうな。うん。そうね。 二番さんが噛まれてね、五六が残ったら迷わないんですけどね。二番さんが残ってるからね。五番さん噛みでしょ割と中立的な思考を持ってた五番さん噛まれたんでしょうわこれは六に六でしょ。五番が上手かったってことかこれ。うん。素直に考えていいんですけどね。あ、そっか。五番さんは二番さん白く見てたんだ。 俺は6番さん、2番さんの怪しいところもあげていた。うん。ちょっと、一度、遅延行為じゃないけど、放棄するんで、あの、怪しい方に入れたいんですけども、うん、その人が村でも、あの、考察を落とさない人方に入れますね。考察を落としてくださいね。落とさない方に入れます。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。ください。じゃあ、考察を落とすのであるとすれば、 じゃあ、3人の二郎でさ、じゃあ、仮に僕が狼で相方が3万さんだとしよう。<laughs> だるそう。その3万んがすごく疑われています。その中で僕が、いや8番さん、8万3狼の視点もあるよ。ただ、その時の相方位置が見えてこない。みたいな、とても怪しい怪しい発言をすると思いますかプラス、3人の二郎の時に3万んが自爆するメリットは何ですか ?9 番さんがおっしゃってましたが、8が2のクロス占いをした時にその結果を伏せられる。自爆をするのと占い結果、送信の1個ポチって押すだけ、どっちの方が早いと思います どう考えても送信の方が早いんですよ。あの段階で自爆するメリットがあったっていうのは、明らかに6番さんとのライン切りなんですよね。この場面になるのであれば。うん。5、6も迷いましたよ、僕は。<laughs> どっちがあってもおかしくないと思った。ただ、あの、どうせ俺は9番さん噛まれて5、6で迷うんだろうなと思って、その時考えたのは、5番さんって別にこの発言も意味ないんだけど、5番さんっていうのは初日7に入れてるでしょ ?1、7で考えた時に、 一脳が圧倒的に釣られる場面、その中で浮いている投票をしている5番さんっていうのは村だろうって思ったの。でも6番さんの3投票っていうのだけは村感情じゃないんだよ。俺が6番の席に座っているとき、まあ5番6番あたりの席に座っているときにこれまでの話を聞いていて、霊能ではなく占いに手をかけるなんて発想に村人だったら至りますか僕だったら絶対に至りません。だってどう頑張っても38の審議なんてしつかないんだもん、1日目に。わからないもん、破綻とかなければ。 旗も何もない中で占いに手をかけられるのは人外のライン切りか新占いを釣りに行きたい人外だけでしょう。その中でそのムーブをした6番さんが黒です。僕の白要素という白要素はありませんが、間違ったことは何一つとしてお話ししていないつもりです。のタイミングだったらね、その主張と、ね。なんかあるんだったらぜひ教えてほしい、教えてください。9番さんは。もう話せないと思うけど、僕は6番さんに入れるんで、もう一回聞きたいっていうならもう一回多分同じような話をします。それから6番さんの話を聞いて怪しかったところ突っ込み。投票を始めてください。 さすがに <laughs> 考察落ちなかった方って言ってましたけど考察ゼロでしたもんね6万3ねもういっちゃってよさそうだけどなあもう一回聞くんですね、うん、やっぱゲームの性質上ね こう伸ばせるところはしっかり伸ばした方がいいと思いますけどね。明らかに狼じゃないですかとい。僕の発言の順番が先だったんで、6番さんの発言に突っ込むことは現状できませんが、6番さんの初日の3投票の理由、うんぬんかんぬん言ってましたが、あなたは3番さんを完全に見せてみたんですかあの ?17 が心境で占いに狼が出てるんだったら、占いから釣ればいいっていう発想の発言をされていらっしゃったんですが、あのですね、占い 新老の霊能心境の場合、霊能を釣らずに行くのであればグレー詰めが正解です。どう考えてもね。それか、片白として一番 SG 値にされちゃう僕を釣るのが正解。占いに手をかけるなんて持っての他だよ。わからないもん。で、なんだったら僕釣りも多分不正解だね。八番狼の三番シーンの可能性があるから、その時僕を釣っちゃうのは情報が何も落ちない。 あの段階でやってほしかったのは、八番さんが僕への占いをしてくれることが一番やってほしかったんだけど、してくれなかったんでしょうん。うんぐらいだよ。6が3にでをかけた理由がわけがわからない。6番さん目線に手をかけるべきは、3、8どっちかに狼がいて、7一自身を確定させるんだったら、5、2、9。で、三審の可能性を残すのであれば、5、9のどっちかを釣るべきなんだよ。そこでの3投票が絶対に村勘定じゃないでしょ、どう考えても。 9番さんにお尋ねしたいんですが、9番さんが6番さんの位置で村人陣営、しかもスムラという形で占いに手をかけますかハンターとかだったら、カリウドとかだったら噛まれないために占いに手をかけて次の日にジャジャン僕カリウドでしたとかいう作戦全然ありますよ。でもそんなムーブじゃないでしょあれって。スムラじゃん。自分がスムラの状況でそのをするしないでしょなか ?6 番さん狼なんだよ。わからないかな ?9 番さん。うーん。 二三の狼で三が自爆するわけなくないまだまだ全然いけた盤面だよ。仮に八が占いで俺に黒って出したところで、俺が黒だとしても全然挽回できる盤面じゃん。そこで自爆をするメリットがないでしょ。あのメリットがあるのが六が三投票って前日のあの仕掛けをした時のみだよ。六番のプレイヤーは発言して,、うん、言してください。うん、あの村勘定じゃないって言われてるけど、いいね、普通に新切り進行なんです。自分は。悪いんだけど。あのさ、新芽ナイフを切るのが当然じゃないかな、普通に考えて。 だって3番の使命はなかった。8の関しては全然わからないじゃん。うん。いやさ、別にわからない番目って言ってるけど、わざわざ教人釣り合すめせすにいらないだろ、だって、どう考えても。うん、俺は正直、占いからいくけどね。うん、悪いんだけど。だってわざわざさ、うん、教人ってどうすんだって。うん、グレイってどうすんのそれ当たらなかったらどうするわけうん、っていうのが言いたいんだけど。だから俺そういうの嫌いなの。俺は占いから行きたいわけよ。うん、新規ってんだった。 うん。なんでサンマはさ、一番のこの情報釣りなんでって言ったのだよ結局なんで情報釣りになったんだって俺言いたいのうん。そこだけは本当にわからなかった。うんで、最初の発言にみんながいろいろ言っていたっていうところで、まあ、その点でもサンマは、うん、結構信明は切ったって言いたい。うん。そこだけ言っておくよ。もうそれしか言えないけど。うん。別に村勘定じゃないって言われてけど、全然村勘定ですよ。これは。うん。3のシーンは全然霧レベルだと思うけどね、俺は。 うん、だって別に分からないって言ってるけどさ、なんでみんなはさ、正直言ってさ、3のこと死んで切ってんだって3釣り押さないのって俺毎回言ってる。うん。さっきも言ってたけど。なんでがなって。なんでって。うん、そこだけだよ。うん、それしか言えないかな。発言伸ばせって言われても正直黒目がないから。うん、どうしようもない。うん、時間伸ばさもダメだった俺。<laughs> っ うん、てんはい投票を始めてくださいまあさすがに6つってほしいですけどね弁明しかしてないしまあ考察の量でも2番さんの方が多いでしょう6番、うん、のプレイヤーがー選ばれましたゲーム終了 上手で,でしたねよかった9番さんも入れてましたからねバグで聞こえてたのかな大丈夫だったかなそこだけがちょっとね心配ですね お、ンさん強人じゃん。やっぱ7釣りで良かったですね。5、6の精査つけてない、ついてないって言ってましたしね。やっぱ、え、どうなんですかね結構グレー詰めって言ってる方がコメント多かったですけど。まあ、特にこの人狼殺っていうゲームは、ほんとターン性のボイスだから、 情報を落とせるのも一回のターンで落とせる量も限られてますし、やっぱあの、後からあの発言した人は有利になっちゃうから、まあ、伸ばせる分は伸ばして安定進行を取った方がいいと思いますけどね。お、なんか花束もらった。八番さんの声は聞こえなかった。ピーピーガーガーって言ってた。ああ、じゃあよかったよかった。 なかったら OK です。ございますと。レイロロラローラーと確率は変わらない。まあ今回は5番さんを噛んでたんで確率が狭まったんですけど、まあ9番さん普通噛んで、まあ3分の1が持ち越されるんで。 まあ結局やることは同じなんですけど、でも、何回も言ってた通り、あの、ン成の、で、しかも1分しか話せないゲームなんで、安定進行は取るところはしっかり取って、強靭であったとしても釣って、次の日、まあ、紙は同性 Q っていう、あの、場面ではね、そうでしたけど。まあ、PP 回避のものにもなりますしね。 決断は早める理由はないんじゃないかなって思いますね。そうそうそう。同時にね、あの、みんなが同じ情報量を喋れるんだったらまた別かもしれないですけど。まあでもジャッジメントだったとしても、僕はやっぱ安定進行で、やっぱ伸ばしますね。考察が、またね、考えも変わる人もいるだろうしね。あ、ノイズ乗ってます大丈夫ですかすいませんね、ノイズで乗ってたら。なんか、マイクの調子が悪いのかな